イスズミュウ、ミュウミュウはかつて、イスズ自動車が生産していた2、3ドア SUV、ショートホイールベースで、B ピラー以降が、開放型となった車体が特徴。名称は、ミステリアスとユーティリティを合わせた造語で、謎に包まれた、不思議な機能を持った車という意味である。派生車種に5ドア版のミュウウィザードがあったが、1998年の、 モデルチェンジで独立車種、ウィザードとなった。ファスター、ロデオピックアップやビッグホーンのコンポーネントを利用して開発されたスペシャリティモデル。登場時は3ナンバーのガソリン車で荷物も積めない二人乗り、さらに MT のみと、その名の通り実用性は謎であった。しかし、チョロ Q を実写にしたようなファニーなスタイルは、 非常にインパクトが強く、若者の心をわしづかみにした。1989年に初代が登場。1998年にフルモデルチェンジが実施された。フルモデルチェンジの際に、コドアをイスズ・ウィザードとして独立させた。1989年から1998年に渡って生産された初期型の方が、生産台数が圧倒的に多い。 一方、初代、ミューウィザードは、日本国内のクロスカントリー社の市場拡大に伴い、ビッグホーンとは異なる層を狙って投入された。北米での名称は、アミーゴで、二代目の末期には、ロデオスポーツへと改称された。ヨーロッパのオペル、ボックスホールやオセアニアのホールデンでは、フロンテラのサンドア社、フロンテラスーツとして販売された。また、 日本では1993年10月から1996年12月にかけてホンダ技研工業に OEM 供給されホンダジャズとして販売されたユックス 1755.69K で1989年に登場したミューの初期型は車体後半の開放部にバリエーションがあり3ナンバー乗用登録が FRP 製のとのカバーを持った ハードカバー、UX17DW 型、1ナンバー、貨物登録は折りたたみ可能なホルを持つ、ソフトトップ、UX17DH 型と、それぞれ呼ばれる2種類がラインナップされた。乗車定員はハードカバーが2名、ソフトトップが2、4名である。ハードカバーは、バンパー、フロントグリル、ドアミラーカバーを、メッキ仕上げとし、ブライトと呼ばれる仕様となっている。 はしご型フレームを持ち、サスペンションは、フロントがダブルウィッシュボーンと縦置きトーションバースプリング、リアがリジットアクセルとハンダエンリーフスプリングの組み合わせで、ファスター、ロデオをはじめ、他のイスズユーティリティービークルと共通の構成。エンジンは直列4サイチ JC2.6 リットルガソリンエンジンの4.1型を搭載。トランスミッションも5速 MT のみであった。 乗用、貨物ともに同じエンジン形式であるが、それぞれの排出ガス規制の違いから、触媒コンバーターがなく、エキゾーストパイプの曲がりも少ないソフトトップの方が、快活な走りを見せた。フロント周りは、ファスター、ロデオと共通のデザインながら、ブリスターフェンダーの張り出しは、より大きくされた。フロントドアパネルもファスター、ロデオと共通であるが、ミューでは、 三角窓は装備されない。日本国内向けの生産は、シャーシが、イスズ、藤沢工場で、車体と最終組み立ては、オープン構造の車体組み立てを得意とする高田工業に委託された。北米向けのアミーゴは、富士重工業との合弁による、インディアナ州の視野で生産された。1990年8月に、過失部分に、鉄製のハードトップをつけ、 4人乗りに変更したメタルトップを追加し、エンジンも直墳 4JB12.8 リットルディーゼルターボを追加、ハードカバー X55DW 型、メタルトップ X55DWM 型。その後、フロントマスクのフェイスリフトや、サイドアンダーミラーの追加、後席ヘッドレストの追加などの小変更を経るが、インパネ周りは、クラスタースイッチ、サイドブレーキは、 ステッキタイプ、三角窓と内装も強烈に椅子づぶりを発揮していた。コンセプトは先進的だが、その実態はどこまでも出実豪健な椅子づらしい武骨な車だった。1991年9月、マイナーチェンジ。4足 AT 車追加。1992年10月、マイナーチェンジ。同時にソフトトップを廃止。 1993年4月に、ホンダ技研工業との間に、商品の相互保管に関する基本契約を締結。それに基づき1993年10月から1996年12月の間、ミューが OEM 供給され、ホンダジャズとして販売される。1993年10月、排ガス規制等の対策のため、エンジンを下流出。 式 4JG に3.1リットル下流式、ディーゼルターボエンジン、インタークーラーなしに変更。二人乗りハードカバーとガソリンエンジン車の生産中止。これにより、3グレード、ディーゼルターボ4人乗りに統合、UX69DWM 型。内装も一新。1995年のドア SUV ミューウイザードの追加に合わせ、S と X の2グレードに整理。 1997年ディーゼルエンジンの燃料、噴射システムを電子制御式に変更。1995年後ドア5人乗りミューウィザードを追加設定。それまで北米でロデオの名称で販売されていた5ドア SUV を日本国内向けに大きく設計変更した。1997年ディーゼルエンジンの燃料、噴射システムを電子制御式に変更。 ヨーロッパ向けのオペル、ボックスホールフロンテラは1991年に発売開始された。製造は、イギリスルートンの i b シビークルズ、イスズとボックスホールの合弁会社で、キューベットフォードビークルズの工場にて行われた。フロンテラスポーツ、サンドアは、当初オペル製の直列4気筒2.0リットルガソリンエンジンが搭載された。 1995年のマイナーチェンジで2.0リットルは新型に切り替わり、イスズ製4 j b 1 t c 型時価42.8リットルディーゼルが追加された。また、リアサスペンションはコイルスプリング式に改められた。1996年には VM も通り製時価42.5リットルディーゼルも追加された。オセアニア向けのホルデンフロンテラは1995年に 登場した。ルートンからの輸入となる。ボディは3ドアのみ、駆動方式は 4WD のみ、エンジンは時期42.2リットルのみ、トランスミッションも5速 MT のみであった。ユーズ 73E、ユーズ 25E。1998年フルモデルチェンジ、ユーズ 73E 型。フロントマスクにやや面影を残すものの、初代と比べておとなしいデザインとなる。 同時に、ウィザードを分離、独立させる。生産は、視野にすべて移管し、国内で整備後に販売された。エンジンには、イスズが新たに開発した新型コモンレール式、ディーゼルターボ、インタークーラーなしを搭載し、燃費の向上、環境負荷の低減を両立した。2000年マイナーチェンジ。グレードを、従来の X と S を、レジントップに統一し、 エンジンはディーゼルのみ、オープントップのエンジンに新たに 6VD1V63.2 リットルガソリンエンジンを採用。フロントグリルの変更、マルチリフレクターヘッドランプの採用など、スポーティーなイメージに、ユーズ 25E 型。2001年、レジントップのエンジンをガソリンエンジンに変更。これにより、ミューのエンジンは、ガソリンエンジンに始まり、ガソリンエンジンに終わることとなる。 ちなみに、2代目の国内販売台数は1261台。うちガソリンエンジン搭載のミューは229台。BE クロスの国内生産台数よりもさらに少ない。2002年イスズ自動車 SUV 撤退を受け、日本国内での販売を終了。その後、2004年までアメリカで生産が続けられた。2005年アメリカでの販売も終了。ヨーロッパ向けのオペル。 ボックスホールフロンテラは1998年にモデルチェンジされた。製造は引き続きイギリスルートンの IBC ビ,ビークルズにて行われた。エンジンは直期42.2リットルガソリン、2.2リットルディーゼルと V63.2 リットルの3種類であった。2004年に製造終了。オセアニア向けのホールデンフロンテラは1999年にモデルチェンジされ、 5ドア車も加わった。製造元はアイビッシュ・ビークルズから、アメリカの視野に切り替えられた。3ドアのフロンテラスポーツは引き続き時価42.2リットルと5速、MT のみとなった。フロンテラスポーツは2002年に販売終了となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。